激アクサイトをご覧の皆さん、キープアップの前からでーす。ですよ。やってまいりました。やってまいりました。今宵も。今宵もやってまいりました。どうも皆さん、こんにちは。まず自己紹介の方から。ボーカルやってます。大将います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギターのゆりです。お願いします。よろしくお願いします。ベースの水田です。お願いします。お願いします。ドラムたたきます。ゆりです。お願いします。お願いします。こんな感じでやらさせてもらってますけど、はい。実はですね、1月のなんともう知ってる人もいるかな、いるよね。1月のね、21日に、なんとニュー EP フォーチュードリリース決定いたしました。おめでとうございます。いや、もう今回の CD もかなりバチッと決まってますんで、やばいでしょ。やばい、やばいでしょ。やばい決まりで出来上がったと思うんで、本当にもう自信作でございます。今回ね、本当にみんなね、いろんなことにチャレンジして、それがいい味となってね、本当に、なんだろうね、もうかっこいい、ね、かっこいい、かわいい、かっこかわいい、かっこかわいいかもしれない、意味がかわいい良さどこか、ね、まあ、探しながら聞いていただいて。そうね、まあまあそんな感じで、もう本当にすごい、本当にもうね、いいのができたんでね、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。お願いします。それにね、伴ってですね、ライブの方もツアーですかね、やりますんで、はい、1月の30日、クラブリバーストという、僕らの思い入れの結構ある箱で、初めの一歩を踏ませていただくんですけども、まあ、今回のその1月30日の、レコアツなんですが、まあ、Remember the Spirit という、タイトルをつけたんですけども、まあ、活動を休止してからね、結構半年以上だって、まあ、ライブとかも全然ね、できなくて、まあ、曲作りとかね、あとレコーディングとか全部費やして、まあでもね、他のバンドさん、僕ら仲いいバンドさんもガンガンライブをやって、いや俺らもね、まだ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 ですよと、できますよという思いもこうふつふつとふつふつとこう溜めてきての、満を持してのリリースとしてライブということで、まあまあまあ、もう本当にね、あの頃の気持ちを忘れてないぞということで、これタイトルつけさせてもらったんですけど、まあそれでね、やっぱりそのなんだろう、ずっとね、なんかこう支えられてきた部分もやっぱありますからね、やっぱそこはちょっとこう初心に帰ってってわけではないんですけども、イベントを出るバンドはね、全部新潟勢で固めておりますけど、今のホットな新潟がね、見れるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、じゃあ30日のレコーツの方もよろしくお願いします。お願いします。で、まあそこから初めて、ツアーも回るんですけども、一番下はもう九州、上は青森だからね、まあ本当いろんなとこ行きますし、初めて行くところもあるのでね、ぜひぜひ、チェックの方よろしくお願いします。そして遊びに来てください、お願いします。おーっていう感じで、なんか伝えたいことありますか？あります？ゆいさん、なんかあります？思い残すことないですか？そうですね。声がちっちゃいな。そうですね。でも風しか出ない。あります？なんか大丈夫です。大丈夫ですか？はい。はい。あります？なんか道あります？大丈夫です。大丈夫です。はい。大丈夫です。はい。どうかな？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。大丈夫です。あれ誰さん？かな？この顔どうかな？サルサンベルの。大丈夫です。はい。はい。はい。本当にもう。本当にもうグダグダですけども、ライブの方も音源のもうバチッと決めていくんで、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それではですね、皆さんではまたライブハウスでお会いしましょう。キープアップの前からでした。よっ、はい。
でしょ。